何があった？昨日の夜、寒かったから炉に火を入れたんだ。ゴーゴーとよく燃えたよ。ソーセージも焼いたんだ。それからどっかのバカが作業場に火をつけやがった。全て失ったんだ。いつまでアホ面を見せてやがる。大変だったな。犯人に心当たりは？村人全員だ。ずっとここに住んでるし、仲間として認められてると思ってたが、黒の軍団が来て変わっちまって。この辺で鍛冶職人は俺だけだから、俺が奴らの仕事を受けなきゃいけない。甲冑のへこみを直したりな。ニルフガードからもらえるのは物資と命令だけで、金なんてもらってない。だが周りはそう思わないらしい。他人の不幸を食い物に、ドラゴンみたいに金貨の山に寝そべってるって思われてる。無視されてそばを通れば唾をかけられるようになった。そしてこれだ。報酬次第で放火犯を見つけてやってもいい。手持ちは残り少ないが、捕まえたら全部くれてやる。懲らしめてやりたいんだ。火事の晩、家の外で物音がしたんだ。手がかりがないか調べてみたが何も見つからなかった。だが俺は猫みたいに嫁が聞くわけじゃない。頼んだぞ。ブーツを脱いで水に入ったら足跡を隠すため、出してきたんだな。だが逃げ切ったようだ。慌てるあまりブーツをなくしたのか。うちのばあちゃんが鍛冶職人の息子の話を。足跡は村へと戻ってる。不明になったから近くで狩りをしていたウィッチャーを。ここでやることがある。つけてどういた出したのよ。山ほどな。そうか。足跡が途切れてる。だが傷で特定できるはずだ。知らない人とは話せないんだ。ブラウナーの爪痕だ。犯人に違いない。ひどい傷だな。ドラウナーにやられたのか。お前には関係ないだろう。おっと、威勢のいい放火犯だな。行くぞ。鍛冶屋が話したがってる。非人間族とは口を聞かない。クズばっかりだし、特にドワーフなんか最悪だ。小さいくせに欲深くて、金のためなら何でもするバカどもめ。黒の軍団が使ってる剣も奴らが作ってる。違うか。なあ、取引をしよう。金をやるから見逃してくれよ。この前母親が死んで残ってた道具を売ったんだ。ちょっと使ったが、残りは全部くれてやる。バカとドワーフは欲深いかもしれないが、俺は金で動かない。じゃあ痛い目に遭ってもらおうか。落ち着け。俺についてこい。
どうしたの？ほら、しっかりしろ。なんだ、一体どうなってるんだ。待たせたな。こいつが犯人だ。ナップ、お前が。母親とは長い付き合いで全部つけにしてやったのに、そのお返しがこれか。もういい。おい兵士さん、ちょっと来てくれ。やめろウィルス、頼む。酔ってて何をするか分かってなかったんだ。言っただろうウィルス、立て直しを手伝うのは造園が来てからだ。物資ももう頼んである。そのことじゃない。こいつが放火犯だ。ウィッチャーが見つけてくれた。鉄工所は駐屯地にとって重要な場所だ。それを壊したのは破壊工作と言える。裁判を待たず絞首刑だな。厳しい処分だな。自業自得だ。最初は他の連中と同じように黒の軍団が嫌いだった。でも今は秩序をもたらし、この怠け者どもに礼儀を教えてくれるんじゃないかって思ってる。それはいいとして、これが報酬だ。あと火事の時いくつかは持ち出せた。金床も無事だったから何か作れるはずだ。必要なものがあったら言ってくれ。安くするよ。